小次郎呼んできて、武蔵。武蔵小次郎呼んできて。武蔵。小次郎が一人ぼっちだから。ひるさんがいた。ひるさん？おい、こちらだ。小次郎。こちらだ。小次郎。武蔵、小次郎が動かない。こっちだぞ。あ、来た。ひるさん、ナイス。ひるさんが小次郎を連れてきた。ひるさん、ナイス。ひるさん連れてきた。ありがとう、ひるさん。いたよ、なちゃん。すっごい刺さってる。いいだろ。まあ、今日はね、2対2のタッグバトルというのをやっていきたいと思います。はい。今回、うなちゃんとひるさんチームで、あっちのチームに、宮本武蔵と佐々木小次郎さんに入ってきてもらいました。誰？知らないの？わかんない。すごい剣豪たちだよ。まあ、僕の方が剣豪ですけど。ひろさんは剣豪なんですか？僕最強ですから。今日は2対2のバトルで、まあ、ポイント制で戦っていきたいと思います。はい。3分間戦うんですけど、はい。キル数が多いチームの勝ちにします。はい。はい。で、アシストも多分つくんだけど、アシストもポイントになるので。何点ですか？1点ですけど、はい、2人でキルした方が、ポイント2倍入るので。なるほど。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。相手は偉人が2人ということで、イレオさん。はい。あーすごい待って、そうね、武器見た？見てない。武器見た？ね、昔宮本武蔵は一刀流の達人だった、はい、何が？佐々木小次郎は二刀流だったんだよ、剣が。なんで？持ってる剣が。なんで？だからマニューバ系統とスプラシュート系統でごめんやられた。気持ち弱武蔵爆弾使ってきたんだけどねえ、さ、はい、武蔵爆弾使ってきた。なんで？昔剣の戦いしかしなかったの、あいつ爆弾火薬使ってるぞ、火薬。うなちゃん怖いんですけど、火薬は。あーやられた。待って、今度こちらもやられた。あーやったのに。あーやられちゃったんです。うまいね。僕上手です。あ、待って、イレオさん、はい、ごめん、このマッチだとあれだ、キル数とか出ないわ。え、これだってほら散歩にしちゃった。うなちゃん最低なんですけど。見せた。やりたくないです。ごめん、間違えちゃった、ひろよさん。ほんとですよ。ちょっとルールを縄張りバトルに変えたんですけど、これのキル数勝負で、今から尋常に勝負スタート。僕が1キルしたのに、うなちゃんが嫉妬してわざと散歩モードにしたんです、途中から。違う違う、途中から散歩モードできない。途中から散歩モードにしたんでしょ。無理だよ、途中からするのは。絶対そうです。途中からは無理だよ。待って、イルさん助けて。助けて。フォーミーバトルだよ。そっちだよ。武蔵倒した。あ、じゃあ小次郎だった。やられた、うなちゃん。あ、やべ。うなちゃんやって、うなちゃんやって。やれるかな。スピードを上げて。あー、打ちた。武蔵対H。武蔵強えな。これスペシャルとかも全部ありなんですよ。あ、使っていいよ。はい、わかりましたよ。うん。だって、コンビバトルだもん。ちなみにさ、二人のこと知ってんの本当に。宮本武蔵と佐々木小次郎。誰って思ってるでしょ。この人たち本名で、とか。ん、どういうこと？知ってるの？宮本武蔵。僕知らないって言ったでしょ、最初。本当に知らないの？え、知らないです。お前、マジ？え、知らないです。このね、誰もがみんな伝えて知ってると思ってね、話すのは良くないです。決闘したんだ。ごめん。イルさん、ごめん。ごめん、やられた。ごめん。イルさん、一人ぼっちにさせちゃった。一人ぼっちですよ、僕は。武蔵もよ、小次郎も、強い人たちなんだよ。じゃあ、僕、スペシャル溜まった。マジ？行く？行っていいよ。いや、まだ行かない。いいよ、行っても。おら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 。やられました。やばい、俺死ぬ。やった、一人、武蔵倒した。僕のことを犠牲にしたでしょ、うなちゃん。そいつ出して、出して、いろいろな、これ。あー、オッケー！小次郎も倒した。僕のことを犠牲にしたでしょ、うなちゃん。してないよ、おとりってこと？うん。してない、してない。俺だって、最高の大剣豪になるためにさ、
これで行くんだ。よしよしよし。あ、武蔵倒した。助けて小次郎と戦ってる。ひろさん来て。小次郎、小次郎ここ。ひろさん、小次郎、ひろさん何やってんの。頑張れ、ほら頑張れ頑張れ。待て、一人で戦わせないの。頑張れ頑張れ。やばい、あてら、助けて、ひろさん、やばい、いけいけいけ、ひろさん、いけ、ひろさん頑張れ。俺武蔵と戦うね。武蔵倒した。やられた。こっち大丈夫。はいはい、はい、オッケー。エルサ小次郎倒した。ミス。はい、ここにいる。オッケーオッケー、武蔵倒した。ふいや、エルサ早く戻ってきて。小次郎強い。ごめん、小次郎にやられた。ふい、ノイス。なんで敵なの俺の。コンビバトルじゃないろ。ねえ、ヒロさん。ふいのいっす。相手の小次郎を応援しちゃダメだよ。ブグチュブグチュ。で、ちょ、キル数のバトルだから、この後だよ。ポイントの合計を見て。あ、ナーバリ勝ったし。ナーバリ関係ない関係ない。こっから見るんだよ。結果は。ナーバリのポイントは入んないの？結果なんですけど、我々ポイントが9です。はい。偉人チームは6なので、とりあえず勝ちました。ナイス。はい、よろしくお願いします。ステージをスーパーマーケットに変えまして、武器も変えました。武器変えました。あ、あっち変わってないね。武蔵と小次郎、コロちゃん剣豪になるって言ったのにやめたんですか。ん、何、剣豪、剣やめたの。え、だって火薬使ってくんだもん、武蔵と小次郎が。爆弾爆弾だって、あいつら剣で戦うのに爆弾、火薬作ってくるよ、見て。爆弾すごいよ。やばい、やられる、危ない。ごめん、なんか来てる、ヒロさん、こっち。怖い、怖い、怖い。あ、やられちゃった。待って、やった。ヒロさん、ナイス。ヒロさん、すごい。小次郎倒してくれたね。え、やったー。え、ヒロさんが武蔵倒してる、ナイス。ヒロさん、すごいじゃん。強いんですから。武蔵と小次郎。怖い。ねえ。うい、どっちがどっちだか分かんない。危ない危ない。クリボ、どっちが二刀流で、どっちが一刀流で。はい、そんな考えてたら分かんない。小次郎が、小次郎があれよ、二刀流。ニャースは、あ、小次郎を倒した。ニャースはポケモン。ニャースは何刀流。ヒロさん、あとちょっと、これあとちょっとです。クリボ投げてる。お、強い。やったやった、うなちゃん一人やった。ナイス、ヒロさん。ヒロちゃん、こっちにいる。頑張れ。頑張れ、頑張れ。ヒロちゃん、僕そこ届かない。ごめん。無理無理、一回戻っていい。無理無理、逃げよ。逃げて、逃げて、逃げて。道作って。危ない、危ない。ヒロちゃん、後ろから来てる。後ろから来てる。ヒロちゃん、危ない、危ない、ヒロちゃん。ヒロさん、ボブ。なんで、ヒロちゃん、裏切り者ですか。オッケー。裏切り者か。やばい。小次郎のソナー来た。小次郎のソナー来た、ヒロさん。あ、こっちにいんのか。小次郎ここ。やばい。小次郎が一番射程長いわ。小次郎。小次郎ね、スーパーマーケットにいる。怖い怖い怖い。偉人が買い物してる。はい、使うね。ここ来てるよ。ここいる、そこいる。やられたー。ごめん、頑張れ。やばい。あ、倒した。武蔵倒した。ヒロさん、武蔵倒したよ、俺。ここキープしよう。頑張れ、頑張れ。下から小次郎。前から武蔵。まだまだ、どっちがどっちだか分かんない。後ろにうなちゃん、後ろにうなちゃん。やばい。OK、倒したよ、小次郎。え、武蔵倒してくれた、ナイス。ヒロちゃん、やった、早く。さあ、今回。無理だから、とりあえずカニ使っとくわ。カニ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 。おれ。ここここここ。どうだ？なんかね、あれは、あれだよね。手応えはあるよね。ね。イエーイ、ナイス、ブグのガチガチ。なんかコンビプレイ。ほんと、縄張りの。ブグバトルナンバーワン。イエーイ。ナイス。
コンビプレイしたって感じだね。は、うん、い、グータッチ。おい、グータッチ。イェーイ、僕ちゃん、僕ちゃん。あ！ 5 点、10点だ。あっち5点だ。最強。